So in recent years, this has been common in Japan. It's called papakatsu. The translation is literally daddy and activity. It sounds like a sugar daddy business in the West, but the difference is, number one, not just young girls, but women in all age groups are doing that. And no, these underage girls are not supposed to do it. Number two, it's not always having sex, but it can be just hanging out or having a meal together. The woman can control about that. So the guys mainly look for companionship or romance feelings, not necessarily sex. Nowadays, we have so many apps or websites helping women find a daddy. Or some women are using social media like Twitter or Instagram and advertising themselves. Papakatsu has been featured many times in the Japanese media. Especially this drama series got a big hit and increased the recognition. I'm sure pretty much everyone in Japan knows about papakatsu now. But the reason why it's getting so common is that nowadays, many women in Japan, especially in a big city, have to work extra to make ends meet. Because of these reasons, for example. Now they could choose these kinds of places. And I'm sure some of them actually do that. But maybe that's still too much for many women. And papakatsu seems much more safer and easier to them. Probably that's why many women start doing that. あの、私東京に住んでいまして、結構高いじゃないですか、住むの。それで高い給料のバイトを探してたんですけども、まあある日パパ活のことを知ってやってみようかなと思いました。もちろんちょっと怖いなと思ったんですけども、友達ですでにやっている人もいて、あの、大丈夫だ、セックスとかそういうのなしだって言われてたので、で実際それは本当でしたね。まあやることはただ一緒に食事をして話を聞いているだけというか、単純に相づちをして楽しんでいるふりをしていればいいという感じで、私の場合はカフェとかレストランとか、まあドライブとかの1時間で5000円とさせてもらってます。デートの時は絶対にセックスなしという形にしてるんですけども、まあほとんどの方はそれでも全然大丈夫という感じですね。ご飯に行ったりとかして、それで金銭サポート、お小遣いも少しもらったりとかされる方もいらっしゃいますし、愛人契約として契約して金銭サポートをもらう方もいらっしゃいます。パパ活はどういった女性が主に利用されているんでしょうかね。女性は18歳から50歳ぐらいの女性まで、ね、職業で言えば学生、普通の会社員、あとは主婦だったりシングルマザーの方もいらっしゃいます。まあ、金銭サポートが必要な方で、利用されている男性って大体経営者とかその高収入の方が多いんですけれども、普段出会えない人と出会えるから、そこから何か広がっていく可能性もあるっていうのが女性にとってのメリットです。 Actually, according to a survey, 20% of the womenAlready make a decent income and financially okay. So like she mentioned, maybe some women are doing that, not just because of money. あのパパ活プロデューサーというと、実際にはどういったことをされているんでしょうかね。単純に騙されないため の, その自己防衛の手段、そういう騙す手口を全部教えて、こういうのは騙す人なんでやめましょうとか、あとはまあお金持ちの喜ばせ方ですよね。男性もそのお金されるのは嫌なんで、男性があげちゃうって言いたくなるような女性の会話のやり方とか、アプリで活動してる方が多いんですけど、交際クラブっていうのがあって、でそういうところの入会の面接の対策とかを、まあ、やってますね。よく援助交際と一緒にされがちなんですけど、まあ、決定的な違いは、まあ、女性も男性を選ぶ権利があるというか、まあ、嫌な男性だったら会わなきゃいいみたいな、体の関係とかも言われてますけど、まあ、実際先ほどお送りしたアンケートに載せてますけど、半数以上の女性は、まあ、お食事だけの関係の男性もいたりするんで、まあ、必ずしも体の関係があるようなお付き合いでもない、コンシャスの女性の方もいますし、まあ、あと彼氏もいるっていう人もいますね。まあほぼ隠してますね。知り合いがあのクラブに、そういう交際クラブっていうクラブに登録していて、やらないみたいな感じですか。まあもともとキャバクラとかそういうお仕事してたんですけど、2017年ぐらい全部辞めちゃって、無収入っていうか2年ぐらい働いてなかったので、ずっとパパに養ってもらってたんです。
ど、月にまあその3桁以上は絶対にっていう感じでしたけど、私の場合はそのパパ活もいろいろ種類があると思うんですけど、アプリじゃなくってそのクラブに登録して身元がしっかりした人が入会しているところにで知り合ってたので、そんなトラブルはなかった。私はもうそういう行為ありのもう当たり前っていう感覚で、もう登録してて、でその分の値段設定してるんですよね。私はもともとそれだったんですけど、結構その女子大生の子とかがご飯食べて1万円もらえるんだったらラッキーみたいな子とかがすごい増えて広まったんじゃないですか。あのパパ活に入る女性は最近増えているなという感じですかね。増えてますね。でさらに、ま、今コロナの影響でさらに増えてるという感じですかね。 OL さんとかでも仕事が休業になったりとか、一番影響あったのがあのキャバクラとか、あの夜の仕事をしている方が急に仕事がなくなって自分でお客さん探さなきゃいけなくなったっていうので増えましたね。夜お勤めされてる方も、まあ、ちょこちょこいらっしゃいました。風俗嬢の方も女性会員でいらっしゃいましたね。男性と体の触れ合いするのに慣れちゃうじゃないですか。大丈夫ってなってそこでお金をいただくっていう感じなのかな。あとモデルの子とかも風俗とかキャバクラやってたらバレちゃうじゃないですか。モデルの子とかもあの表だった仕事、これから売れてく子とかもう売れてる子とかも、そういうことかは秘密のパトロン探しとして使ったりもする。 Now maybe you are wondering why any Japanese man even spend money on that. Actually, more and more married men in Japan start doing that. So they already have wife or maybe children. But why they do that?まあ、結婚生活がうまくなんか奥様たちとうまくいってない方とかはやっぱり寂しいじゃないですか。人ってなんか誰かに愛されたり癒されたりとかっていうのもありますし、まあ、夫婦関係がうまくいってたとしても、まあ、結婚は結婚で別っていう風に割り切ってる方もいらっしゃいます。その恋愛したいっていう感じがすごい強いなと思いました。結婚もしてて奥さん とかも恋愛がないと、でもなんか昔の恋愛の感じ、デートしたいとか、あ、やっぱり経営者さんとか、まあ、お金に余裕がある方が多くて、既婚者、ほぼ既婚者ですね。ほぼ既婚者、はい、性欲の発散というよりはその素人の女性とそういう疑似恋愛を楽しみたいです。キャバクラとか風俗に飽きたというか、プロの人じゃなくて素人との出会いに価値があると思ってお金を使ってる。 So when it comes to dating apps in Japan like Tinder or something, it's usually much more men than women. The ratio between men and women would be like thisBut it's opposite on papakatsu, much more women than men. So it can be much easier for men to find a woman they are looking for. In fact, some men doing it say like this. Having said that, it's not always safe. Sometimes, even crime like this happens. But when some trouble happened, maybe the police wouldn't help you. For example, this woman says she got scammedSo she went to the police, but they told her like this. Even the police wanted to help you. If it happened in a private room, it would be difficult to have some evidence or witness. And most women want to keep it secret from their parents or partner. So maybe they choose to be silent, even if they were scammed or even raped. 私が聞いた中では、お手当て。そのサポートをもらった時に偽札が入ってたとか、ホテルでの盗撮事件があったりとか、例えばお食事だけで契約したのに、まあ、それ以上求められるっていうところもあると思います。パパ活をやってるってその女の子相談しにくいじゃないですか、友達に。だからやり方がわからないままなんとなくやってみて、50万あげるから今日ホテル行きましょうっていう、まあ普通に考えたらちょっと怪しい話も、まあ、そういうものなんだと受け止めて騙されちゃうっていう人が多いですね。最近特にコロナで困ってる女性が多いからっていうことで、言葉巧みに騙してお金渡す気がないのに後で払うねって言ってそのままいなくなるっていうのはすごい増えてますね。And of course, the public view toward papakatsu is still not so good in Japan. And some people are actually saying like this. Although it has been getting common in Japan, maybe those women are still seen negatively. Actually, recently, the opposite version is getting there. So the question is it a good thing for us? あった方がいいかは。わからないですけど、なくなりはしないと思います。これって全世界中であるんですよ。日本だけじゃないんですよ。でも必要なものだから生まれてきたわけじゃないですか、こういうサービスって。男女が存在する限りはなくならないと思います。風俗
キャバクラ、批判する人もたくさんいると思うんですけど、じゃあパパ活もなくなって、じゃあ性犯罪の率が増えたらどうしますか。でズルしてる、いやズルしてる子もいると思います。でもしっかりと贈与税も払ってます。お金をいただいて税金を納めて何が悪いと。批判してる方も、既婚者かもしれないですけど、じゃあ家族になってずっと恋愛関係を続けられますかっていうふうに私は思います。恩恵を受けている女性の生活も助かっている。で、その支援している男性の心も満たされる。じゃあその確かに、奥さんがいる人だとして、その奥さんが悲しむかもしれない。でもその奥さんはしっかりと生活できてるわけじゃないですか。私が結婚していてて旦那がパパ活をしてようが何してようが、私の生活、子供がいて、で私の生活がしっかりしてくれてるんだったら何してもいいと思いますけど。なんかそういうリッチなデートになりすぎちゃって、まあ、いやこんな安い居酒屋でデートするのみたいな金銭感覚が狂う心配はありますね。でそこから風俗とか夜のお仕事に紹介する人が多いんですけど、まあ、僕それは嫌なんで、まあ、ここを入ってきて、まあ、ある程度楽しんだらもう卒業するようにっていう、卒業を目指してそういうふうにアドバイスはしてますね。もちろんこれが自分が望んでやってることではなくて、まあ、実際親にも秘密にしていますし、まあ、ただやっぱり単純にお金が必要で他にオプションがないんです。東京ってやっぱり一人で暮らしていかなきゃいけない女子大生にとってはすごく高いと思うんですよね。 Thank you for watching. If you wanna watch this type of content more, please consider making a small donation. That's gonna help me keep covering important social issues and trends in Japan.